ベトナムハノイでの2回目の米朝首脳会談は合意なく終わった。合意文1枚も残らなかったが、この首脳会談はいくつか重要な点を示唆した。双方のボディーランゲージやブリーフィングの行間を読むと、お互い強対強でぶつかり合ったわけではなさそうだ。北朝鮮はこの交渉の目標を貿易禁輸の解除に設定した。11件の安保理制裁と米国の独自制裁が重なる複雑な制裁網のうち、民事用経済制裁を解除することに焦点を合わせた。2016年初めの4回目の核実験後に採択された安保理決議2270号は、2006年から始まった対北朝鮮安保理制裁の質的飛躍をもたらした。核・ミサイルに関連する制裁から、北朝鮮政権の弱化を目標にする制裁に性格が変わった。そして、5回目の安保理決議で、石炭、鉄、水産物、衣類など主要輸出を全面的に禁止し、勤労者の海外喪失も禁止したことで、北朝鮮は経済全般に大きな打撃を受けた。もともと、貧しい国が数十億ドルの外貨収入を断たれ、生きる道が絶望的になり始めた。1990年代に100万人が餓死しても政権は維持されたが、その後、市場経済の定着、個人の利益の追求、数百万台の携帯電話流通など、北朝鮮社会も大きく変わった。さらに、若い指導者が西洋式エンターテイメントまで取り入れたが、突然、輸出の4分の3以上が消え、石油の輸入までも制限され、国全体が揺れ始めたようだ。金正恩委員長の表情は非常に暗かった。イ・ヨンホ外相は夜中に記者を集め、40年間注力してきた4秒を丸ごと廃棄するというのに、その程度の制裁も緩和できないのかと混声するように映った。北朝鮮は完全に弱体であることを表した。過去には、ニョンビョン施設の稼働を一時中断するのに、数億ドル以上の見返りを要求した。今回は、エネルギー支援にも終戦宣言にも、大きな関心を見せず、在韓米軍撤収要求には近づきもしなかった。自分たちが貿易をして生活費を稼ぐので、その程度は認めてほしいと訴えたが、米国は聞き入れなかった。当初は、ニョンビョンの一部の施設だけを凍結、ないし廃棄すると言って反応を打診し、最後には、金正恩委員長が、ニョンビョン施設を相対的に永久廃棄するという難しい決断をしたが、米国がそれでは足りないと反応した。米国の論理は、北朝鮮が要求した制裁解除は数十億ドルに上り、事実上、制裁のほぼ全部ということだ。そして、ニョンビョン以外の隠された核施設で核生産が続いているが、数十億ドルの制裁解除は、北朝鮮の核開発に補助金を与える効果があるということだ。北朝鮮の立場では、呆れる計算法であり、青天の霹靂のような声だ。不動産事業者という皮肉を聞いてきたトランプ大統領が、原則的な宣言を入れたシンガポール当時とは全く違う姿を、今回の実質的な問題で見せたのだ。イ・ヨンホ外相は、一度に全てを渡すのは不可能であるため、ニョンビョンの廃棄が現在可能な最大値だと訴えた。しかし、トランプ大統領は多くの人の予想を覆し、ニョンビョンを超えて核心に入った。誰も知らないと信じていたニョンビョン以外の施設に関する証拠を見せられると、金正恩委員長は驚いた。米国がここまで知っているのなら、北朝鮮内部をどこまで把握しているのか、ひょっとして米国情報機関と内通する者がいるのでは、多くの考えが、金委員長の頭をよぎったはずだ。
習近平主席に会えば、中国も知らないことを、米国がどれほど知っているのか、それは事実かと関心を向けるはずだが、それに答えるわけにも答えないわけにもいかなくなった。平壌に戻った金正恩委員長は、大きな悩みを抱えているに違いない。経済の問題はもちろん、非核化交渉の基本戦略とゲームプランに大きな支障が生じた。金委員長のゲームプランは、部分的な非核化措置を段階的に進めながら、経済安保などのいくつかの側面で、相応の措置を最大限に引き出し、結果的には核能力を残したまま、体制の安全を図って経済も活性化させるというものだったが、米国の計算が全く違うことが首脳レベルで確認されたのだ。国力が数百倍優位の相手の接近方式が根本的に違えば、北朝鮮としては突破する道が見えない。挑発に旋回することはできるが、得るものはなく、副作用が心配になる。今後、交渉を通じて得なければならないことが多いが、最初から全貌を明らかにすることはできない。中国も、米国の代わりに安保理制裁を解く力はない。完全な非核化もベトナム式改革開放も、一人終身狩猟体制では両立不可能だ。核を保有しながら何とか経済を支えることが、独特の体制を維持できるそれなりの方法だが、今回の首脳会談で、その戦線に赤信号がついたのだ。キムタン、もはや接近詰めで、ボロボロみたいですね。もうこれまでのように、核実験やミサイルぶっぱなしての、瀬戸際外交もできないしね。シンガポールでのトランプ大統領のよっしゃよっしゃ外交を見て、寝技に持ち込んで、これまでのような、騙しのテクニックを使って、核保有のまま、制裁解除、経済援助などを引き出そうとしたんだと思うけど、残念だったね。世の中、そうは甘くなかったようだね。傲慢横柄なテロの親分のキム・ヨンチョル副委員長は、会談前日に、実務者協議で、最後の調整を行おうとして、ハノイに来たポンペオ米国務長官を、鹿として会おうとしなかったんだって。この時点では、キムタンは、ロシア疑惑にさらされているトランプ氏は、アメリカ国内での点数稼ぎのため、自分たちの提案を飲むだろうと舐めてかかってたんだろうね。それが予想に反して、トランプ氏は席を蹴ってしまった。きっと、キムタン、豚が豆鉄砲を食らったような顔になったかも。何せ、規制緩和されることを前提に、金剛山観光やケソン工業団地の再開などで、取らぬ豚の皮勘定をしていたのが、全部お釈迦。もう、恥も外聞もなく、あのチェソンヒとかいう、生意気な外務次官にメッセージを持たせ、帰り自宅の米代表団にすがりつかせたようだよ。みっともねえ。交渉決裂後のそんな話、相手にされるわけもないだろうにね。この会談決裂が決定し、ある情報では、キムタン、病状が悪化したとあったけど、噂されてる。心臓病や痛風なんだろうか、それとも肥病が発症したのかな？いいんじゃね？それに面白いのが、アメリカは知らないはずと思っていた、ニョンビョン以外の核施設に関する証拠を出されたことだよな。当然、内通者の存在を疑わざるを得ないし、中国も知らないその情報を、会談で出され、中国からも疑いをかけられるわけよ。昇進のハノイ旅行の帰り道に、北京によれば、習近平氏からはそれを正され、いけずされるよな。そういうわけで、北京をスルー。さあ、キムタン、これからが大変だよね。今回の会談の絵を描いただろう。キム・ヨンチョル副委員長や、イ・ヨンホ外相、粛清しちゃうのかな？自由朝鮮が亡命政権樹立なんか宣言しちゃって、
雪崩を打ってそっちに行っちゃうかも。暗殺やクーデターがあっちこっちで計画されるかも。信じられる者は誰もいなくなり、一人になるまで粛清するのかな？ことここに至っては、盟友、ノムンタンも、全く当てにならず、金剛山観光も毀損工業団地再開もなしね。経済制裁も、強まることはあっても、弱まることはないよ。アメリカに白旗掲げて、ロシアにでも亡命させてもらったらいいんじゃね。ベトナムハノイでの2回目の米朝首脳会談は合意なく終わった。合意文1枚も残らなかったが、この首脳会談はいくつか重要な点を示唆した。双方のボディーランゲージやブリーフィングの行間を読むと、お互い強対強でぶつかり合ったわけではなさそうだ。北朝鮮はこの交渉の目標を貿易禁輸の解除に設定した。11件の安保理制裁と、